すでに勝ちは見えておる。徳川にもはや我らを阻む力はない。あとは信長を打ち倒し、今日に武田の旗を立てるのみ。勝頼様、お気持ちはわかりますが、信長は侮れません。油断大敵でございますよ。いつもならお前の説教は耳に痛いところだが、今日は響かぬぞ。いかなお前とて、今日ばかりは心が浮き立っておるはずだ。勝頼様に心を読まれようとは、私もまだまだ精進が足りません。言ってろ。信長など父上の敵ではない。父上の手でようやく戦のない世が。申し上げます。若殿様がなんでここに？おや？お前は。正幸も隅に置けないな。何をお考えか。信玄公が回してくださった忍びですよ。どうした？報告せよ。あ、はい。徳川軍が浜松城を出てこちらに向かってきます。徳川？確かか？はい、確かにこの目で。お前がそんなに驚く姿を見られるとは、そっちの方が驚きだな。は、いえ。しかし、驚くのはわかる。父上ももう家康など捨ておいて進むおつもりだったというのに、徳川にまだそんな余力があったのか。お前の言う通り、油断大敵だったな。あれだけ我が軍に叩かれて余力などあるはずがない。信長と合流するならまだしも、勝ち目などないと分かっているはずだ。家康、何を考えている。明は核力の陣を敷いたね。わしらを両脇から包囲しようと。ならばこっちは魚鱗の陣で行くよ。敵の出花をくじき、中央を突破せよ。信玄、中央突破を目指す。三河武士の盛況さ、思い知らせてくれ。敵の戦意は高い。包囲されては厄介です。
石川数正をうまく釣り出せればよいのだ。さすがは親方様のご推薦といったところか。それほどでもありましたな。その調子で褒めて直しておくんなまし。ず働きなど自慢にならん。ここまではたやすな。自慢にならん。敵の陣形は崩れました。もう一押しすれば総崩れとなりましょう。この間ね、ここで攻勢に出るよ。素通りさせたとはつら、信長様に顔向けできぬ。何より徳川の面目が立たぬ。武田の先行、この地で阻むのだ。やはり徳川に勝ち目などない。何故この無駄な戦。武田の大軍を前に意地を見せた。そのことが徳川の名を高めると考えた。おしまいの短期だけで忘れないが、目覚めて華々しく散らせてやるのだ。最近この混戦、奇襲の好機。開門。共に行くぞ。一言坂の雪辱を果たしてみせよう。あれが栗の棟梁、半蔵の旦那か。あの速さはちょっとやっかいな。急げ。すでに遅い。ならぬか。それは殿の戦ではありますまい。さようだな。わしには生き抜いてなさねばならぬことがある。いそしぎを受けようと。敗北条件変更。今になって逃げ出すのか。家康を逃がしちゃダメだよ。不働きなど自慢にならぬ。父上、大丈夫ですか。どこかお加減が。
なんのただの金じゃよ。戦に集中しておれ勝頼。二股城での靴に荒らさせてもらう。家様のためここは死んでも通さぬ。敵は死ぬ気で向かってまいります。これは手強い相手やもしれませぬ。ここから先へは一歩も引かぬ。忠勝、殿を必ずお守りするのだぞ。家康様、どうかご無事で。しまった、徳川はすでに敗走中か。織田の援軍として参じては間に合わなんだ。手裏で帰るわけには参らぬ。ここは信玄の首をいただいていこう。が進ませぬ。忠勝様、ご助力申し上げます。家康様のもとには行かせぬ。何としても武田をここで食い止めるのだ。殿をやらせはせんぞ。無謀な戦をいさめるのも家臣の役割ではないのか。知らせぬよ。主が覚悟を定めたなら突き従うまで。天下無双とは荒謬なことだ。
かったか。さすがは親方様ご推薦の忍びである。わしの武運もここまでか。援軍の役目も果たせず、信長様申し訳ございません。自慢にならぬ。時間管理ができなくてごめんなさい。よくもここまで。話すことなど急ぎにその首を差し出せ。など自慢にならぬ。家臣死なせて自分は行きますか。何とでも言うがいい。わしは死んだ者のためにも
太平を。気に入らん。お前たちも死んで、奴の言い訳になるか。やれるものなら。元気4年4月、武田信玄は病に倒れた。武田軍は上洛を中断、甲斐への撤退を余儀なくされる。